自民党の小泉進次郎選対委員長43が12日自身のインスタグラムを更新5日に38歳の若さで急逝したテレビ朝日アナウンサーの三上大輝三上弘樹さんをしのんだ L 昨日テレビ朝日アナウンサーの三上大輝君の葬儀に参列しましたと報告するとあまりの驚きと悲しみでいっぱいですと思いを記した 三上くんとは横須賀出身同士というだけでなく、野球好き、スポーツ好きの同世代の友人でしたとの関係を明かすと、横須賀出身のメジャーリーガーで現在は広島カープで活躍している秋山翔吾選手の野球教室に私はよく参加してきましたが、三上くんが私のキャッチボール相手になってくれたこともありました。この写真も野球教室の写真です。 私と秋山くんの野球対決の実況も三上くんがいつも盛り上げてくれていました。お互いの子供同士が同い年ということもあり、子供同士を遊ばせようねとも話していましたと振り返ると、野球場での自身と三上アナの2ショットもアップした。昨日、お証拠をあげるときに、私と上地雄介くんと秋山翔吾くんが並ぶ形になりましたと解雇。このメンバーでは時々、横須賀会、 と称して集まっていて、三上くんが漢字役としてみんなと日程調整をしてくれていました。まさかこんな形で久しぶりにみんなが集まるとはと綴ると、三上くん、今まで本当にありがとう。横須賀会、続けていくからねと結んだ。三上アナは総大卒業後の2009年にアナウンサーとして入社。ワイド、スクランブルなど情報番組を担当しながら、ワールドプロレスリング、 熱甲子園のサブキャスターを務めるなど、スポーツ番組を軸に出演。フィギュアスケートでも多くの実況を担当した。今回のパリ五輪にも派遣され、バスケットボール、バドミントンなどの実況を担当していた。最後の番組出演となったのは、先月13日放送の、報道ステーションのスポーツニュースのナレーションだった。